はい。というわけで、小島電機様からの遠征から帰ってきました。そしてついにピット買っちゃいました。ポータブルピット、ミニ四駆とか工具とか、部品とか入れるやつです。というわけで組み立てていきたいと思います。棚が1段、2段、3段、4段、4段入れ、もうあとつけるだけ。入りました。で、もう1台入ります。4台入るのかな、頑張ったら。はい、というわけでポータブルピット完成です。まずは入りましょう。終わります。